めたらさあ行こう。白紙の地図を携えてすり減った靴でさあ行こう。何が起こるかわからない、何が起こっても不思議じゃない。風の吹くまま気の向くままに迷ったらコイントスして決めりゃいい。ほらついておいで。皆さんこんばんは。こんばんは、いよいよ今日から始まりました、プラージュ TV 10月1日配信開始です。はい、プラージュ TV は、月曜日から金曜日までの午後9時半から10時の30分間、こちら新潟市西区とっぱらにあります公民館プラージュにて配信いたしますユースト番組であります。スラッといきますね、こういう、いい感じで。すいません、適当です。いや、素晴らしい、はい、さあそれでは、まずプラージュ TV の紹介をさせていただきたいと思いますが、どういう番組なんでしょう。それはそうですよね。でまず自己紹介からしません。皆さんこんばんは、この公民館プラージュの館長をやっております。館長もう何でもいいですよ、何でもいいですよ、何でもいいですよ。館長をやっております、ピンクラビットこと川内と申します。よろしくお願いします。はい、で私、公民館プラージュの、SEO、正式名称しょっちゅういる、エグゼクティブオフィサー、噛みましたね。それはいつもですから、その SEO をやっています佐藤でございます。よろしくお願いいたします。このプラージュ TV ですが、実は、もう何週1ヶ月ぐらい前ですかね。そうですね、コアラとゆるゴルゴ、IT ニュースナウという番組をですね、配信させていただいております。実験的に配信をしながらいろんな放送事故を積み重ねて今に至りました。この事故で何度痛い思いをしたことか、どうでしょうね。いや、もうすっごくね、もう打ち返って何度枕を濡らしたことか分かりません。泣きました。皆さんこんばんは。こんばんは。オープニングよくできてますね、あれね。すごいよくできてるな。もう見てなかったんですよ、ね、びっくり。全然見てなかったんでびっくりです。はい。プラージュ TV、今週も見ていただいてありがとうございます。毎週木曜日はコアラとゆるゴルゴ IT ニュースナウの時間でございます。今週もお付き合いくださいましてありがとうございます。毎週木曜日はその週の IT ニュース、トピックですね、それと佐藤さんと私が気になる特集のコーナー、そして最後はスイーツ男子佐藤のコーナー、もう大好評でございますけれども、こちらが待っております。本当だよ。30分、短いかと思いますが、お付き合いのほどよろしくお願いいたします。こんなふってなんかどっかのなんかDVD レンタルかどっかでなんかやってましたね。その CM を。あ、違うんですか。やってましたっけ。なんかほら、どこだっけ、なんか、なんとか .com とかいうところが。アダルトに強い DMM.com ですね。具体名あげましたね。はいはいはい。はい。はい。ね、半額というと、もう、とにかく安いというイメージで、いつもの半額、ということですので、ね。何が半額だったかというと、私今週一番気になった、写真。写真、はい、ほう、この後の話、特集では著作権法の話をするんですが、大変恐縮ですが著作権法若干スルーしましてスルーしまして、
写真の方をお見せしたいと思います。この写真が私今週一番気になりましたと。ほう、私の Facebook のお友達の、伊藤明さんの、うん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 、写真なんですが、うん、あれ消防車が来ましたね。大丈夫ですか、大丈夫ですね。来ましたね。来てますね。来てますね、うん、はい、ということで、画面の方をご覧ください。レジにですね、申し訳ございません、一時閉店とさせていただきますと、ほういうふうに出ているんですが、なんかすごいですね。そうなんです、これね、実は、うんうんうん、伊藤明さんがお撮りになった写真なんですけど、うんうん、新潟西のアピタの中にある、はいはい、ミスタードーナツですね。あ、ミスド、はい、はい、ミスドです、うんうん、こちら今26日ですか、昨日ですね、昨日から30日まで、うん、今週の日曜日まで、半額セールをやっておりまして、うん、それでもう全国的にものすごい行列ということで、あ、もうこの西のアピタに至ってはですね、うん、ついに売り切れて一時閉店ぐらいの勢いと、すごいいうことになってますね。すごいですよね。まあ、どんだけあのドーナツ好きなんだっていうかも言えないでもないですけども、はい、すごいですよね。あれですね、もしかしたらこれで行ったらまた数値上がるじゃないですか。それにならないですよ。自分CO2 はちょっぴりエコ企業を夢は遥かなあの子の元へ時代の荒波乗り越えてたどり着く。こんばんは、楽しい話題と音楽をお届けいたします。プラズ TV プレゼンツカズミン .com の歌って砕けろということで、今日はね、まだ、ね、はい、今日まだ全然 BGM も何もありません、はい、喋りだけです、はい、ありがとうございまして、こんばんは、はい、かずみん .com のかずみんと石さんです。どうもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。保険に入りたくなります。雨上がりの空を見ていた。通り過ぎてゆく人の中で悲しみは絶えないから、小さな幸せに気づかないんだろう。時を越えて君を愛せるか、本当に君を守れるか。空を見て考えてた、君のために今何ができるか。忘れないで、どんな時もきっとそばにいるから、そのために僕らはこの場所で同じ風に吹かれて同じ時を生きてるんだ。ありがとうございました。ありがとうございました。スポンサーを募集しております。はい、次はあの楽譜を探す人を募集しています。はい、ピコピコハンマーはミワさんがやります。はい、ハンマー持参ですかね、自分で買っててくださいね。よろしくお願いいたします。はい、さあ、走行しているうちに、はい、あと3分ですね。そうですね、はい、いやー、あっという間ですね。ぜひ、ね、次回、来週は何日10月の2日火曜日ですね。リクエストの来週からテーマを決めたいと思います。はい、リクエストのテーマは、はい、アで始まる歌です。題名ですね。あの歌詞で
一応あの毎週ですね、50音順に行こうかなと、はい、少なくとも50から続けていくつもりでおりますので、はい、50週でね、50週ですね。じゃあ、はい、運はどうすんの。運は、運はどうしたらいいんでしょう ね。そして皆さん考えてください、はい、もうみんな丸投げです、ね、いいかも、うん、私のテーマは運ですって。それいいですね、はい、で50回記念は運で始まるという、はい、ということで、じゃあ次回ですね、本放送10月2日は、タイトルがあで始まる歌で、ぜひリクエストをお願いしたいと思います。こんばんは、公民館プラージュの方からお送りしております。毎週月曜日、新潟フォンデリング、若者の悩みを語っていろいろ解決しようという番組を、担当させていただきます。クラロスの池と申します。よろしくお願いします。ちょっとあまりにもドキドキしている若者和コード2人がいるので、まずはね、自己紹介からしてもらってもいいですか。はい、国際情報大学に通っている笹井大輝です。今日はよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。この空気感が嫌だね、すごい嫌なんだよね。こういうの初めてなんで。いや、30回目って言ってたもんね。あら、嘘です。じゃあ、お隣に座っている、はい、かわいい、かわいい。はい、自己紹介お願いします。はい、新潟国際情報大学4年の佐藤千穂です。今日はよろしくお願いします。お願いします。始まりました、月曜日のプラージュ TV 新潟フォンデリングの第27回です。それにしてもすごい風でしたね。皆さんのお宅や職場は大丈夫でしたか。むしろ台風よりも爆弾低気圧の方が風の吹き荒れる時間が長い分だけ怖い気がしますね。では早速番組スタートです。でこの番組は今の率直な若者たちの思いや悩みなどを聞きながら話を進める中で、自分自身を見つめ直すきっかけや自分自身の再発見ができればという番組です。また就職面接や職場や家庭での人間関係で自分を表現することの難しさを感じている若者たちへのエールとして、自分の素晴らしい点やセールスポイントを見出し、それによるセルフブランディングやプロデュースのお手伝いができればなと思っています。先週のお客様、新潟大学工学部科学システム工学科の阿部さんと永山さんからのご紹介で、同じ新潟大学工学部科学システム工学科高岡大輔さんにお越しいただきました。では、自己紹介お願いします。学校名と学年と、あとお名前、そして趣味などもちょっと入れて、今ハマってることなどとでもいいので。はい、新潟大学工学部科学システム工学科の、高岡大輔です。スコアは大体この時調子良くて、アベレージで、調子ってあれですけど、144いって、最高スコア180いくつなんですけど、この時。でも、マイボールだったんで、マイボール。持ってるの？あ、一応持ってます、マイボール。はい。
うちの小学校のグラウンドで、はい、やる予定なので、はい、もし見てる人で大学生いましたら、日進大生いましたら、スタートバッグを車に積んだら君に会いに行こう。君に届けたい歌ができたからすぐに会いに行こう。君はどんな顔をして聞くのかな。優しく微笑みかけてくれるんだろうか。気分が乗ってきたなら手拍子がくれば最高。ハンドル持つ手の指先でリズム刻んでゆこう。君の笑顔と優しさがクラスマジ。はい、さあ、それでは今年もお願いしたいと思います。はい、カズミン .com のお二人に大きな拍手をお願いいたします。皆さんこんにちは。こんにちは。カズミン .com です。今日はいいお天気ですね。お天気良くて、あったかくて、はい、桜が咲いてるこの桜祭りは久々ぶりじゃないですかね。そうですね。去年お花がなかったですからね。そうですね。最高の桜祭り日和ということで、うん、30分ほどお付き合いいただきたいと思います。はい、よろしくお願いします。では最初の曲は、そして皆さんも幸せになる曲をお届けしたいと思います。優しさに包まれた。コアラとゆるゴルゴ IT ニュース Now いきなり始まりましたが、今週も木曜日9時30分でございますということでございますね。今週もお送りしますのはコアラこと池口と、はい、2週間ぶりのご無沙汰のゆるゴルゴ佐藤、そしてはい、はい、よろしくお願いします。いやい
やい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 や、なんかいつもの2倍ぐらいの拍手をいただいて非常にありがたいと。いや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 、もうとりあえず先週はということでございますよね、佐藤さんお帰りなさいませ。いやただいまでございます。先週はねどこでもではで一瞬だけの一人だけのご参加ということで、いやもうあの電波が届かなくて本当に大丈夫かなと思ったんですけどね。電波使ってるんだどこでもではって、そうなんですよ、知らなかったな。あのワイマックスの電波使ってる、ワイマックスワイマックス使ってるんだ。技術的にだいぶ細かいところまで分かってるんですね。いやいやいや本当に大変なところでしたけども、すごいです、ありがとうございます。とんでもございません。あのお子さんのね、うん、あのお住まいを探してらっしゃったと、はい、いうことでございますけれども、いかがでしたでしょうか。いやもうおかげさまで場所の方も決まりまして、うん、場所は埼玉スーパーアリーナから2駅ぐらいのあたりなんですけど、うん、埼玉スーパーアリーナの、うん、から2駅ぐらいのあたりの、場所、うん、学校近いんですか。東京なんですけれども、巣鴨なんで、うん、大体電車って30分ぐらい。なるほどなるほど。なんですよ、京浜東北線で、最強線で、最強線で、朝が最強の最強線です。朝が最強のね。あのあ、まあそれは言わない方がいいかも。は言わない方がいいですね。すみません。それは言わない方がいい。はい、ということで今日、4月の4日、4も合わせて幸せの日ということでございますけれども、うん、はい、幸せというと今はその大学入学とかそういう感じですかね、佐藤さん。幸せというかそれはもう必死ですよ。必死。どっちかというと必死ですよ。必死。はい。先行きがいろいろと大変ですから。先行きがね、いろいろありますよね。そうですよ。はい。そのあたりの何て言うんでしょうね、手当ては済んでるんですか。もう、うん、済んでません。これからなんとか、これからっすわ。これからですね。学費と生活費と両方ですからね、うん、そうですね。バイトとか やって OK 的な感じですか。まあ大丈夫でしょう、うんうん、てかやらないと多分厳しいな。るほど。ももちゃん、お幸せですか。です、うん、幸せというとまず一番初めに思い浮かぶことは何でしょう。生きてること。生きてること。あーいいっすね。いや生きてるだけで丸儲け的な。なんかそれはあの方ですよね。あの方。うん、あの某芸能人さん。某芸能人さん、はい、はいはいはい。ということで、うん、もう生きてるだけでもということで、うん、はい、最近一番こその大雑把なとか言われると細かく突っ込まなくといけなくなるので、はい、一番幸せだと思ったことは何ですかと最近ね、うん、友達が喋ってる時が一番幸せだなみたいな感じです、うんうん、夜遅くとかですか。でも職場の仲間とかね、うん、楽しいよね、うん、そういうね、あのふとした瞬間に感じる幸せってね、うん、こういいですよね、うんうん、続きまして金曜日、ですね、はい、実はですねこのプラージュ TV はこの金曜日が本当の意味での配信の目的ということになりますね、なぜかというとですね、実は、このプラージュ TV は地域の方に、自分のできること、それから、皆さんにお知らせしたいこと、それをですねここの番組を使って配信していただくために、この金曜日を、設定してあります、これが実はこのプラジュ TV を配信するという一つの大きな目的になっています、ですので今ご覧になっている皆さんの中で、自分は足の親指で頭の後ろが書けるとか、それから鼻に筆を刺して習字が書けるとか、あ、そういうことじゃないですね。今突っ込んでほしい。いやもう突っ込み、今スルーされると困るんですけど。今のは突っ込みようがない。例えば自分の書道作品をここで紹介してみたい。それから歌を歌ってみたい。それから本を読んで聞かせてみたい。それから、あとですねイベントの告知。あとそれから自治体の方よく聞いてください。表に関わらないいろいろな催し物のご案内、こういうものをですね、うん、ここから配信していただければ、うん、きっとたくさんの方にもご覧いただけるようになるんじゃないか、うん、いや、そういうことでこの金曜日の番組を設定してあります。明け始めた夜空を見上げて君は胸を張って歩き
出せばいい。朝日の